こんにちは。あ、そうじゃない。こんにちは。こんにちは。今回はこちらまだ残っております。お、韓国産のキムチですね。無地唐辛子粉。これはね辛くないやつあんまり。てかね本当に辛くない。あ、そうか。俺も使わせてもらったっす。ああね。辛くなかった。全然辛くない。風味がすごいっちゃうね。うん。だけどこれを使って今回は食べるラー油。おお。食べるラー油。一時期なんかめっちゃ流行りましたね。そうそうそう。もう作っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。ほいで、うん、じゃあゆきくんには。野菜を切れって感じですね、この感じ。そうね、野菜をね、長ネギ1本、長ネギ1本、ニンニク3個、3個、3個、3個。これ、ネギは何切り？もうね、細い？あの、マジでこれ、これでやるぐらい、もう細かく。ああ、なるほど、細かく。了解です。で、僕は、フライドオニオン、フライドオニオン、玉ねぎを油でカラッカラになるまで揚げなきゃいけないんで。ああ、なるほど。それを作っていきます。はい、じゃあネギやっていきますよ。うん、一本でここまで使うと、あ、もう全部。あ、全部これに入れていいかもしれないね、これ。あ、ミキサリング、うん、これならちょっと調整できる。そうですね。行って、了解です。食べるラー油ね、今回ちょっと、まあ、書いてあるレシピの分量の倍、倍量かな、唐辛子。あれ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 。はい、ネギさんはこんな感じに切っておりやーす。はい、もう一回。あのね、よし、指切るね、これ、このまま。これ、これ使ったことの中ですけど。いや、マジ感動するし。はい、じゃあこのネギ野郎やっていきますよ。うん、せーの。おお、すげえ。いいね、ちょっと見て具合、具合、具合を。それ1本、1本っす、これ。もう、もう1本いっとく。いこ、いこうか。いこっと、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 いこっと。じゃあちょっとフライドオニオンを締めて。はい、油で揚げるだけだろ、たぶん。なるほど。大体そんな感じ。よし、そして僕はカンニングをします。もう申告したらカンニングじゃ長けんね。そうそう。あと、ニンニクね。ニンニクも、ニンニクはちょこっと食感残った方が美味しいんじゃないですかね。全部使おうか。くっさい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 作ろうか。くっさいくっさい作りましょうか。ニンニク臭いってね、うまいからね。本当に全部入れます？いこう。本当に？いこういこう。知らんよ。いや、もうくっさいくっさいからくっさいくっさいにしますよ。くっさいは正義。はい、ニンニクじゃなかった。玉ねぎ、フライドオニオン。ちょっと細くなりすぎたかな。まあいいや、一応炒げていきます。はい、二度揚げしたらいいのかな。じゃあニンニクやってきます。なんか、なんか全然なる。おや、完璧。え、これはネギと一緒にしてよかったですか？よかも、よかも。はい、はい、オッケー。菜種油を1カップ 200ml、はい、入れます。そしてごま油、ごま油を1分の1カップと書いてあったですが、それもちょっと多めでいきましょう。じゃあ、これ。よし、これかな。そして、これを入れていって。お、もういいんですね、入れちゃって。で、もう、なんだろう、ほら、食べるラー油ってちょっと、はい、茶色っぽいやん。はい、で、こ、焦げるギリギリぐらいまでやっていく感じ。あー、なるほど、わかりました、じゃあ入れていきます。はい、うれ、うれ、めっちゃいい匂いする。あー、マジか。なんかソース…あぶね、よだれめっちゃ出た。めっちゃうまそうな匂いする、これ。うわぁ、よっしゃ。じゃあ、はいはいはい、もう先に準備しとこうかな。これが、まあ、色ついたら、はい、入れる材料。まず、干しエビ。干しエビ、干しエビ、これは、全部いこう。15g、全部いきます。いきます。本当に 15g か、ちょっと調べてみようか。おお、16、 1g ちょっとおまけしとってくれた。おまけしとってくれた。そしてフライドオニオン。じゃあフライドオニオン、こちらをちょっと細かくしたいんで。そしてこれを、水になるかな、いきますよ。うわー、なんかネトネトになったな。あの、シャリって言うてるんですよ。お、なったか。
そらく成功。オッケー。ネギの匂いが荒っ。やばかねこれ。でもうまそうね。うん、これ韓国産唐辛子。お、ここで出ます。レシピに書いてあるのは大さじ2と書いてありますが、5以降。目分量でいきまーす。はーい。おお。うん。いきます。大体の量。大さじ1、大さじ2、大さじ3、4、5、大さじ、よし、よし、よし。でもこれはね、辛くないんだ。辛くないから、ちょっと辛い唐辛子、普通の唐辛子をちょっとパラパラと。なるほど。よし、これもちょっと。あ、全然色違うんですね。ね、赤いね。うん、赤いとかオレンジやね。うん、燃えとるね。そして、そして、うん、コチュジャンです。です。これで大さじ1ぐらいかな。そしてそしてすりごますりごま大さじ2、これが大さじ1、はい、大さじ2、はい、とおまけで大さじ3と。砂糖と塩、砂糖と塩、砂糖と塩、砂糖と塩くん、ありがとう。はい、砂糖と塩、砂糖ちょこっと、塩少々、少々。お、以上。これで、はい、それが色づく頃に入れていきます。なるほど。唐辛子おまけの、おまけのね、おまけね。こういうの入ってるもんね、食べると。よしよしよし。あ、でもめっちゃいい匂いするね。うん、めっちゃいい匂いする。規定の量のニンニク3倍入れとっけ。ニンニク丸々、丸々1個全部使ってますからね。これだいぶやんないとでしょうね。だいぶやんないとだと思う、マジで。でまだ全然、全然全然、まだまだ全然。そしてはい、あれから月日は経ち、何年経ったかな。冷蔵庫焦ってたら、ちりめんじゃこ見つけました。はい、これ入れたらうまいやろね。これも一回入れときましょう。そっちに入れるね、一回。なるほど。結構入れていいと思うんだ、うん、これね、あの宗谷丸っていう大分の船の船長さんからもらったんです。もう多分ね、入れていいと思う。うん、なんかそんなけだいぶ色ついてきましたしね、うん、いくよ。はい、じゃあます。うわあ、辛そう。急に来たね。これ混ぜて。はい。混ぜて。うわうわ。来た。うわ。一気にラー油になった。これやばかね。やばか。ラー油やん。でもほら、ほら、ラー油やん。すげえすげえすげえ。ほら、ラー油。ちりめんじゃこがいい感じ。いい感じ。もっと入れていいかもね。ちりめんじゃこどこ行った？わし、いいね。あ、いい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 。ちょっと消す。あ、もういいんじゃね。もういいかな。よしよし。おーし。じゃあこれで一旦冷ましますか。なるほど。まだ熱いから食べれないんで、うん、じゃあちょっと冷まします。はーい、冷まします。食べまーす。食べまーす。とりあえずお試しで。ちょうだい。じゃあ、こんぐらい。ちょうだいちょうだい。お、ラー油や、ほら。ラー油、ラー油。しゃあ、じゃあいただきます。食べれるラー油、食べるラー油、食べれる、食べる、いただきます。いただきます。熱い？熱い。うん、おいしい。おいしい。うん、おいしい。あ、これじゃこいいわ。うん。あ、うまい。うまい、うまい。体ちょうどいい。全く辛くないけど。マジで全く。全く辛くないけど。ちょっとピリピリくらいかな。うん。うん。ちょっとご飯に。いや、これ合うと思うわ。いただきます。よかですか。これはね、絶対ご飯と合う。合わないわけがない、これ。あ、これいただきます。ちょっと市販の色、俺うまっ。うまい。うん、これうめえ。これ、じゃこなかったらダメね、なんか。うん、じゃこがいい。じゃこがいいね、うん、なんかいい食感になってる。うん、じゃあ今回ははい、韓国産唐辛子で激辛と思ったけどピリ辛な、うん、食べるラー油でした。大成功、ありがとうございました。まあ今後これ使っていきましょう、うん、いろんな料理ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。